You're listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。8月最後です。8月31日アーティスト M のお時間です。キャプテンの田谷陽一郎です。バキューン。こんばんは。マネージャーの本地です。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリニューブです。おこっち来た。おおやったじゃないですか。おはーちゃんがこっち派閥になったはい、それではアーティスト応援部スタート。はい、そして今日のテーマトークいきたいんですが、はい、今日のテーマはですね、舞台。はい、はい、本地さん今もう舞台の本番真っ最中。真っ最中で今日も本番してきました。はい、本番帰り。5時間前、本番始まったばっかりの時間帯でした。はい、本番終わって。終わってから来ました、今日は。もうすぐ来て。そうです。いやもうちょうど昨日、うん、昨日ですね、30から始まって、うん、今日2公演目で、うん、残り8公演。うんうんうん、8公演、はい、9月の8日まであるんですけど、はい、で昨日から始まったんですね。はい、そうです、昨日からです。で、なんと、はい、あのカリニューブ、アイタン。そうなんですよ。舞台見に行ったんでしょ。そう、アイタン見に来てくれたんですよ。あ、じゃあアイタン、アイタン、そう、そこにいたらね、マイク入らない。そうですね、はい、お邪魔します。そう、アイタン昨日見に来てくれたんですよ、初日に。そう、見に行ってきました。ありがたい。どうだった。いや、いいよ、正直に言っていいよ。出ていいよ。まず、何ですか、はい。あ、で本日は一回噛みましたよね、どっかで。甘噛みしましたね、はい、はい。はい、それは、はい、違くて、でもなんかその、どんなおは、ま、あのお話のストーリーはすごい聞いてたんですけど、うん、やっぱ進めば進むほど、うん、なんか、やっぱ主演の2人にやっぱ感情移入しやすいじゃないですか、うんうん、見てると、うんうん、やっぱあの一応メインなので、うんうん、しててしててで最後のシーンでもう思わずほろっと涙が出る、そんなお話でしたね。すごい。終わった後私もボロボロな顔でアイタンと面会して、アイタンごめんねって言ってなんでボロボロでごめん、目が真っ赤なの。どう、なんかこう最初のさ、いろいろ話聞いてたじゃん、うん、事前に。まあ、いろいろね、それとなんか、まあ、あの、言えないこともあるとは思うけど、はい、なんかこう、なんかお、いい意味でこう予想外のこととか。あ、でもなんかそのプロジェクションマッピング、そのダンスが入ってるっていうので、どういう感じでマッチするんだろうっていうふうにすごい疑問だったんですよ、うんうん、でそしたらもうプロジェクションマッピングがすごいなんかいい仕事じゃないいい仕事、いい活躍をしてたね。いい活躍をしてて、なんかそのプロジェクションマッピングだからこそ、だからこそっていう演出とかがあったりとか、そうなんですよ。そうなんですよ。だからそれであのすごいなんかより、あの世界観が分かりやすくなってたので、嬉しい。はい、でなんかダンスもなんかちょっと どういう感じと思ったら結構その気持ち、そのなんかもう、うんうん、なんかその、うんうん、いわゆるなんかアイドルが踊ってますとかいう、そういうのじゃなくて、うんうん、お話の一環の流れで、まあ、感情ダンスみたいな、その嬉しいダンスみたいな。そうです、なんかこう感情を表現してるダンスみたいな。そうなんですよ。だからその本当にダンスっていう、なんかダンサーさんがやるようなそのダンスってあるじゃないですか、うん、なんかその、うん、なんかカチカチで、あのこっち見てイエーっていうダンスじゃなくて、うん、全体を表す、状況を表すっていうダンスだったので、あ、そういう入れ方なんだっていうので。なるほど、ね、素晴らしいコメントじゃないですよ。うれぴー。そうなんですよ。いや、普通にも楽しみだったので、嬉しい。ワクワクしながら見に行きました。いや、もうほんと毎日戦場ですよ、もう毎日戦場に行ってる気分です。まあでもね、ちょっとあの舞台がしっかり終わってから、うん、またちょっとね、細かい部分もいろいろ聞けたら、はい、でもなんか、まあ、お話を事前に聞いたところもあったので、なんか、まあ、うん、あ、ここはすごいなんかその
いい意味でだから稽古たくさんやったんだろうなっていう、うん、そのなんか大変だったんだろうなっていう、うん、だから今このシーンになってんだっていう風に見えた部分とかもあったので、はい、ということは残り8公演、はい、ぜひ皆さん見に行ってください。ぜひぜひ明日から参ります、はい、そうですね、はい、新宿にあるコフレリオシアターですね、はいはい、西方の彼氏と私は彼氏チームでそう、はい、彼女こっちか、はい、はい、だぜひぜひ花が彼女、9月の8日まで、はい、上映しておりますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。当日券もありますのでぜひ飛び込みでもお待ちしてます。はい、はい、というわけで本日もタイキャプテンと私本地で本日お越しのアーティストを応援していきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。ではアーティストのご紹介の前にこちら T&S でリボン。 My name いつもないリボン My name は無限リボンはゼロになって扉開けてもっともっと着飾ってグッとグッとおしゃれになっていきますいきます、こうだ言われても感謝その先に見える眩しいサンシャイン。ここまで積み上げてきたことをこれからにつなげてゆくこと、始まりと終わりとは同じ位置で巡ってくる、声かけて立ち止まれのアーティストを紹介いたしましょう。本日はシニョンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。いやシニョンさんお久しぶりですね。そうなんです、はい、うちの番組は2回目、うん、私は初めまして、初めまして、よろしくお願いします。じゃあちょっとプロフィールを、はい、紹介させていただきます、はい、シニョンさんはですね2017年にファーストアルバムトリアングルムを全国リリースいたしました。2018年はシングル曲を5曲リリースし、またバンドの海外フェス出演もをかけたエマージェンザジャパンにてファイナリストになりました。そして同じ年の12月にはマハラジャ東京にてワンマンライブを開催いたしました。そして現在はアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトとニューヨークに在住しております。2019年1月末に渡米いたしまして、7月に永住権を獲得しアーティスト活動を続けております。で現地の多様性を持つ社会の中で独特な個性あふれる想像力を発揮しつつあります。見学に行った先の米国最大級ボールイベントラテックスボールにてプレスも注目するドラッグスタイルを披露いたしました。また永住権を獲得後すぐにニューヨークファッションウィークイベントのファッションショーにてモデル活動も再開いたしました。アメリカでの活動に希望は感じ、一時帰国後2019年8月、銀座の旧共同にて5日間書の展示にも参加いたしました。今後の国際的な活動も期待されるアーティストシニョンさんでございます。どうも、なかなかとありがとうございます。1年半ぐらいでめちゃめちゃ変わってない？めちゃめちゃなんかすごいお忙しいですね。まず今もう、アメリカに住まれてるってことですか？そうなんですよ、はい、まだ1月に渡米したんで、半年向こうに行ってたんですけど、永住権取れたので日本のもろもろを整理しに来て、整理しに来たんですけど、今だから一時帰国中、そうです、一時帰国中です。そんなお忙しい、ありがとうございます。来日中に来日中にいただいた感じですよね。すいません、ありがとうございます、呼んでいただいて本当になんかでも、すごいいろいろあっていろいろ気になるんですけどね。そうですね、まずシニョンさんはですね、もともと
当はシンガーさんとして、うん、まあ、いろいろ活動されていて、1年半ぐらい前にもうちの番組に、うんうん、シンガーさんとして、はい、ご出演いただいたんですが、でもこれを見る限り、もうだいぶ活動が幅広がって多方面にまでですね、はいはいはい、まずちょっと一番最初に気になるのが、はいはい、いただいたところで、ちょっとごめんなさい、僕の知識があれなんですけど、米国最大級のボールイベントというのを、ボールって何ですか？これがですね、はい、LGBTQ 関連のイベントって言ったら分かりやすいんですけど、ダンス、ボーグっていうダンスがあるんですけど、はい、そのダンスのコンペティションであったり、まあ、私今日かなり地味に地味に来てるんですけれどもそうそう、ファッション、はいはい、まあ、ゲイの皆さんが主流だったりするんですけど、はいはい、ドラァグクイーンの皆さんとかがファッションを競い合うっていう、はいはい、そういうイベントなんですよね、はいはいはい、そもそもだから私はダンススクールに最近通っていて、はいはい、そこの小さなボールミニボールに参加してたんですけど、はいはい、近所でその有名な世界的に有名なイベントがあるから、はい、じゃあ見学に行こうということで行ったんですけど、はいはいはい、ただその衣装のまま行ったらプレスの人に呼ばれて、はいはい、もう出演者と間違えられちゃって、あ、はいはい、そこでニューヨークデビュー果たしました、すごいすごい、そうなの、出たもん勝ちですよね、出たもん勝ち、そうそう、まあでもそのボールというのはその LGBTQ の方たちの、まあ、コンペティション大会みたいな、うん、この総称ボールっていう、そうですね、うん、踊ったりファッション競ったり、うん、はい、その中で踊られてるダンスがボーグダンスという、はい、そうなんですよ、初耳の、初耳のあんまり聞いたことないです、本当になんか90年代とか日本でも、うん、ダンスコンペティション大会で、ね、結構バーって流行ったみたいなんですけど、まあ、マドンナのボーグっていう曲があるんですけど、はい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 、あれのミュージックビデオをね見ていただいたら、ボーグダンスっていうのはなんかシャキッ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 ってやつがあるんだけど、それがボーグダンスっていうんですよね、見たことはあります、そういう感じのダンスは、そう、あれをボーグダンスっていうんですね、そうなんです、今もっとねアクロバティックになって、結構こう落ちるように床にこうバーンとポーズを決めたりするアクロバティックなものもあったりして、ね、なんか進化してます、すごい、また新たな知識が増えましたね、うんうんうん、なんかやっぱそのアメリカに行かれて結構やっぱその日本で活動してた時とアメリカで活動してた時、まあ、その永住権が取れるまでは、そうですね、労働ができな い, というそうですねのとこなので、ね、まあ、その間にメイクだったり衣装だったりステージを、そうなんです、メイクもブラッシュアップしてはい、ね、もうなんか動きとかもブラッシュアップしてます、なんか動きブラッシュアップいちいち動いちゃうよ ね, 本当にね、やっぱりなんかこうアメリカ感が出てますね、半年しか行ってないんだよね影響受けすぎだよね、もう染まってますね、うん、染まってる、まあ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 、でもその間にこういろいろなものをブラッシュアップして、でその永住権が取れてから、まあ、もうあれですよね、そうファッションショーに出たり、はい、私実年齢言うと私ね、はーい38歳なの、でモデルのキャリアっていうのは若い頃やってたんだけど、もう日本じゃお仕事はやっぱりね、うんうん、ミセスのお仕事になっちゃうからやってなかったんですけど、もういきなりニューヨーク、年関係ないよみたいな、もうなんかお尻丸出しみたいな衣装を着せガガみたいなね、ガガ様みたいな衣装を着せられて、でもすごい幸せだった、やっぱ海外ってあんまり年齢気にするのってないですよね、うん、ない、もうパッと見であんまり年齢も聞かれなくないですか、もう聞かれなかった、なんか日本の方って結構、あ、いくつなのってすぐ聞くじゃないですか、あれって海外ではないんですよね、ないです本当に、むしろね、なんか聞いたら、私が聞いたの、何歳に見えるって聞いたら、うん、27、8って言われた、幸せーちょっとちょっとでも発音が若干違う方のおねえっぽくなってますね、ちょっと興奮してくるとね出ちゃう、正体が出ちゃう、でもまあアメリカと日本のその、アメリカの、デトロイト州に今いらっしゃる、そうなんですよってことですよね、デトロイトにいらっしゃるということなんですけど、日本とアメリカ の, その違いみたいなもの、まあ、この半年ぐらい住まわれてると思うんですけど、どんなことが違うんですかね、だからもう このぐらいは別にね、渋谷とか原宿うじゃうじゃいらっしゃいますけど、うじゃうじゃは分かんないですけど、まあ
あのまあまあ、 あの、ね、何かやってる方なのかなっていうぐらいでありますね。だけどやっぱり、うん、あのやっぱドラッグスタイルとかで歩いたりするとみんな、うん、って感じで見てくるんだけど、もうニューヨークはもうメッカなんでね、本場なんで、はいはい、みんな車止めて褒めに来てくれるの、You are beautiful とか言って言われて、それがもう幸せすぎてね、うなずいてらっしゃるけど外でね、そういうだからところはあるわね、オープンなコミュニケーションを取ってくださるんで、あのちょっとね、あの写真がお見せできないですけど、あ、じゃあでも外にいる方には見れるんじゃない、これ見れるかな、見えるかな、私結構すごいんですよこれ、私、あ、拍手が湧いてる、かっこいいですよね、いや嬉しい、本当にかっこいい、これがあれですよね、たまたまのプレスの人に呼ばれた、たまたま呼ばれたやつ、たまたま呼ばれてたまたま呼ばれて写真撮って、もうなんかその次の日にはもうネットとかでバーンって、そうネットでバーンって出ちゃって、たまたま呼ばれてこんな決まってるのなかなかないですよねもう絶対呼ばれるの分かってたポーズですけどね、かっこいいですもんだって前のイベントがあったからね、うんうん、それにその衣装のままで行ったらちょっと注目していただいて、でもだから女の子って、うん、一応私、うん、生物学上、うん、女なんだけど女性なんだけど、女性って思わなかったみたい、はい、やっぱりその芸の皆様のやっぱ組合だと思われて、あので、日本人って分かんなかったみたい、そう、どっちも分かんなかったんですね、性別もどこの国の方なのかも、ある意味なんかもうそういうあの書類上のこと全部取っ払ってパッと見でもう OK みたいなもんと、いいですね、でもなんかそういうのって、うん、でもね、それはアメリカの方にとってもすごい新鮮だったみたい、女性が、まあ、でも確かにドラッグインとかって、うん、あのドラッグスタイル あのファッションしてる方ってやっぱあのゲイの方のイメージがやっぱ強いというか、うん、そうですね、主流にやっぱり見えちゃうけど、はいはいはい、でも女性も結構やられてるんですか？もちろんさっきのボーグっていうダンスも、うん、まあ、もちろんレズビアンの方とか、うん、もうそういうの関係ない一般の方とかも出場されてるので、うん、そうやっぱり広がりを見せてきましたよね、うん、日本もねどんどんそんな風に、そうですね、やっぱ日本だとどうしても派手な格好してるとそうですね、なんかいいのかなみたいな、うんうん、なんかちょっとおしゃれしてちょっとここ出るだけでもなんか見せてんのみたいな、なんかちょっと悲しいですよ ねファッションとして着てんのになみたいな、なんかフォンチーちゃんみたいに可愛かったらいいけどとかさ、そういうこと言うやついるじゃない、またそういう私じゃダメなのかっていうそういう時あるよ、ありますね、失礼しちゃういやそんなね、新庄さんなんですけど、やっぱあの楽曲もちょっと聴かせていただきたいんですよそうね、はい、本業の方聴いていただこうかしら、ちょっとじゃあここで一旦ちょっと音楽タイムに行きますかそうですね、はい、じゃあそれでは早速聴いていただきたいと思います、はい、新庄さんでうーらら、ノリノリで踊ってます、ずっとでもなんかやっぱパフォーマンスとか、うん、あの発音とかでやっぱなんかちょっとそういう、うん、やっぱ全然違いましたからね、うんうんうん、発音もでもなんか表現の仕方がやっぱちょっとなんか
あれですかね、日本のアーティストともやっぱちょっとこう違う表現、動きというか、でもなんか違う気がします。そう、なんかなんでしょう、この動きが違うんですよ。海外の方のノリってなんかやっぱ独特ですよね。うんうん、日本の方にはないノリというか、まあそう、多分世界的に見ると多分日本人が独特なのかもしれない。あ、そう、多分そうですね。かもしれない。なんかおとなしいイメージ、うんうんうん、海外とかの方のライブとか見るとすごいですもん、やっぱ海外乗りって、うんうん、なんかね嬉しいの、なんか反応してくれるのが嬉しくてもうだからね、多分芸人なんだと思うエンターテイナーですねありがとうございます、綺麗にまとめてくれたかっこいい。そしてね、はい、まあアメリカでももちろんいろいろ活動されているんですが、まあ、日本での活動の告知というか、うん、はい、まあ、そんな時間？いや、まだまだです、まだです。一応告知、まだ一応告知の時間、はい、一応告知の時間をね、最初に言うとこかなと思って、うん、あの、まあ、新谷さんの活動はまず SNS で、はい、見ていただければなと思うところと、うん、あと、あれですよね、そのドラッグスタイルの、活動というか日本でもやられてるという。そうなんですよ、はい、銀座の並木通りのクラブと、うん、あのコリド、もうなんか場所が場所よね並木通りのクラブと、はい、コリド街の、 あの外国人のバーがあるんですね、はい、ガールズバーがあるんですけど、はい、そこでチアアップって言って、はいはい、あまり日本では見かけないかもしれないですけど、はい、お客さんを盛り上げて、はいはい、お酒一緒に飲んで楽しむ、あ、もうあのドラッグスタイルでやってるんですけれども、それあのそういうお仕事をやってるんですが、ちょっと私ね、高校が佐賀県なんですよ、はいはいはい、で今回雨の災害が大変だったので、日本にいる間働いて稼いで、はい、がっぽりがっぽりやって、はい、売り上げの 10% をちょっと佐賀県の方に あの寄付したいなっていう計画があるんで、はいはいはい、ぜひお銀座に遊びに来てください募金とか言わないわどんどん飲んじゃってこのドラッグスタイルの、何アップでしたっけ？チアアップ。チアアップっていうのはお店の従業員とかっていうのではなくて、そこにこう来るっていう感じなんですね。そうですね、あ、まあ、働いてお店からちゃんとね、お給金、はいはい、お給金だって、お給金だお給金なんか急にちょっとリアリティな感じいただいてんだけど、そうそう、お客さんね、楽しませるためにちょっと投入されるの。もしよかったら、あの詳しくはツイッターとかインスタグラムにお店のことも載せてるので、ぜひぜひ。ちなみにこのドラッグスタイル の、うん、あの格好っていうのはご自身で作られるんですか？そうよ、あ、作るんですか？超大変、好きでやってんだけど。あの派手な衣装全部ですか？派手よ、派手派手にいくわよ。ちなみに先ほどのこの写真のこれはどんなイメージだったの？これはね、テーマが、あの毎回そういう競い合うときにテーマがあるの、カテゴリーっていうんですけど、はいはいはい、それでプライドっていうカテゴリーだったのね、はいはいはい、だからプライドカラー、あの虹色のカラーを使いつつ、うん、ちょっとね、見えにくいんですけど、あの頭のところにプライドってラインストーンでね、そう、入ってあったりしてるの、へー、うん、そのテーマだったのね。いやー、うん、かっこいい。ちなみになんか、もともと日本にいたときからこういう格好をされていたんですか？そう、大好きで、はいはいはい、あのメイクアップとかも自分でやって、はいはい、すごく独特なものが大好きなのね、うんうん、だからやってたんだけど、うんうん、やっぱり恥ずかしいじゃない？なんていうの？なかなかあんまり外でそれを発表できないし、はいはい、まあ、売れてるモデルさんとか売れてるアーティストさん、はいはい、あんまりそういうことやらないわよみたいなことを言われちゃって、うんうんうん、心が折れちゃったの。そう、メンタル弱いのこう見て、そうだけどニューヨーク行ってそれが開花したよね、あ、やっていいんだみたいな、女の子でもこういうことやっていいんだ、あ、じゃあ結構こういうのをもともと日本にいた時に秘めてはいたけれどもそう、ちょこちょことね、舞台のメイクとか衣装とか担当したりして、はい、人はそういう風に作ってたんだけど、うんうん、自分はあんまりやらなかった、隠れてやってたの家で家で暗い人みたいじゃない、なんかちょっとそう、いやーすごいですね。ただね、うんうん、あの今回ですね、あんま一時日本に帰国されてきてるということなんですが、はい、はい、あのまあ我々にご相談があるということで、はい、はい、そこ行く9月ですね、はい、あの泣く泣く東京の家を手放すと
泣く泣くで、まあ、東京からね足が遠のくのは寂しいので来日した時にどこかいい滞在の場所を教えてください。誰か止めてくれる人。だってもったいないじゃない。そうですね、うん、ほぼほぼいないですもんね、うん、日本に。そうなんですよ。だからね、なんかやっぱりウィークリーマンションかしら ね、 ね。まあ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 、まあ、だってカプセルホテルとかダメだもん。衣装がほら、つっかえちゃうから衣装ね、おろすでしょ。そっかそっか。でもあの衣装のまま泊まるんだったらあのホテルがいい。やっぱホテルかな、うん、ちょっとこうね、高級、ね、高級なホテルが入ってったらかっこいい、かっこいいなと思う。ちょっと海外アーティストみたいになるかな。ヒルトンホテルとか入ってたらね、入っててそのままトイレって普通になって戻ってくれた。結局かかんじゃん経費。いやでもね、今後はだからその基本的にアメリカでの活動ということですね。はい、いやでもなんかもしかしたらあれですよね、結構アメリカとかってその一発火ついたらわからないじゃないですか。そうですね、だから一発とか言っちゃう。いやだから一発と言わずに二発三発ね。いや火をバーンって点火したら、ね、もうもしかしたら来年とかにはもう、ね、どうする、ね、ニュースで見まくるかもしれない。どうする、そうなったら。いやそうなった時に来ないとね。そうですよ、その時に来てください。いやーどうしよう、その時にここに来てください。絶対来てくださいよ。凱旋帰国、凱旋帰国して、あーそうなれるように頑張りたいと思います。そしたらここら辺車全部止めるんで警察来ちゃうね、警察来ちゃう。嬉しい嬉しい。いやーすごいですよね。でもまあ本当になんかスケールが広がった感じはしますよね。そうおかげさまで、うんうん、本当に日本にいる間も本当皆さんね、今日もなんか来てくれてくださってる方も、うんうん、本当によくしていただいてるんだけれども、うんうん、さらにパワーアップした感じが、うんうん、あります。たった半年ですけどね。いやでもあとなんかこうすごいこう日本人の中でも結構こう海外にいて活動したいっていう人は、うん、思いを持ってる人結構いるんですけど、いっぱいいますね。なかなかこうでどうしたらいいかとか、うん、それこそ新野さんとか今こういろいろなこう向こう渡米してから、うん、いろいろ経歴があると思うんですけど、なんかきっかけみたいなのってどんなとこからスタートするんですか。なんかきっかけはもう今の時代だからネットだから、うん、あれどうだろうこうだろうとか、うん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 、調べていたら家の近くにたまたまあって、うん、ダンスシアターがあって、うんうん、でそこに行ったらそこの先生が世界的に有名なボーグダンサーだったの、うんうんうん、でそういうドラッグスタイルとかもやってらっしゃる方で、あ、まあ、だから組合の方なんですけどね。そうそうそう、そういう先輩に偶然出会えたっていうのはラッキーなことかもしれない。でもそこでなんかこうどうやってこうお話をしていったりとか、やりたいんだけどってだなんか手伝ってくださいますかってことでね。でも これじゃんもう、はいはいはい、これだから人が来るの。これだから派手な学校だな。このままいるから私に。でも確かに確かになんかそのお話を聞いた時に、うん、確かにこう普通のままアメリカにとかに、ね、海外に行って活動しても多分向こうの人に興味を持ってもらわないと声をかけてもらえないから、ある意味はそういうなんか目立つことっていうのも重要かもしれないですよね。そう、そうだから私もすごい人見知りだったりとかして、うんうんうん、メンタルがさっきも話したように、うん、ちょっとね、うん、こうおじけづいちゃうようなメンタルしてるんだけど、うんうん、代わりにだから外見で主張していれば分かってくれるから、向こうから来て声かけてくれる。なんか日本から面白いやつ来たらしいよみたいな。そう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 、アジア人っぽいんだけど誰だろうみたいな。どこだと思うみたいな。そう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 、話かけたくなっちゃいますもんね。確かにそこ何してるのっていう聞かれる。うん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 、いやでも確かにそこは重要っすね。そうですねやっぱり、まあ、だからたまには思い切りも必要よ、うん、ギャッとギャッとギャッとね。でもこれから向こうに行きたいなって思ってる人も思い切りが大事ってことですか。そう、ね、そう、まずこう、うん、自分をバーンと前に出して危険なことだけはやめていただければね。危険なこと以外は。そう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 、なるほど、了解です。いやまたねこうシニョさんに何ていうんですか、続いて続いてこう海外に、ね、出ていく方が増えればいいなと思うのと来年にはやっぱシニョさんがこう、うん、ちょっとこう
なんかニュースで見たみたいなあれ新庄さんだよねみたいなそうなれるかしら、うん、一時帰国した時にはまたアーティスト OM に、うん、もう分かんなくなってくるんじゃないかね新庄さんもっとすごくなってて人間かどうか分かんない感じになってるかもしれない、うんうん、そしたらまたぜひ番組にはい、ぜひ遊びに来てくださいぜひはい、はいはい、ということでお時間早いものでお別れの時間が近づいてるので、はい、では最後にシニョンさんから一言、はい、視聴者の皆さんへメッセージお願いします。はい、日本にいる間にまたミュージックビデオも撮って、はい、今年冬に公開予定ですので、うんうん、またねできたら人間じゃない感じで来たいと思いますのでぜひぜひ呼んでいただけたらと思います。はい、はい、ということで今週はシニョンさんにお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではお聞きください。シニョンさんでシャングリラ。カリニューブの部活動、イエーイ。はい、こちらのコーナーは応援ユニットカリニューブがたくさんのアーティストを応援するべく、タヤキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。今日のメンバーはアイタンとハーちゃんです。はい、こんばんは。カリニューブのアイタンとハーちゃんです。お願いします。なんかカリニウムの格好も目立つ格好かなと思ってたけど、なんかこう見たらちょっと地味だね。地味ですね。シニオさんの後なんでね。すごいなんか画面が落ち着いた感じなんでしょうね。急にね。シックになったね。じゃあはい。では、はい、それでは早速部活の内容を発表していただきましょう。キャプテン、今週の部活内容は、はい、夏休み終わりだけどまだ自由研究終わってないって。今年は9月1日の日曜日があるので9月1日の1日で終わらせる夏休みの自由研究ちょっとね、今日お二人ともカミカミじゃないですか、ね、ここカリニウムのコーナーなんてか。さらに言うとね、僕の前ね、途中脱線してね、もうタイトルが全然違うタイトルになってたいやもうね、疲れちゃったんだ私は。あ、そうですね、いっぱい喋ったけど2時間ぐらいはい、今日は8月最終日、まだ夏休みで自由研究をやっていないあなた、ご安心ください。今年は9月1日が日曜日なのでまだ1日あります。そんなまだ自由研究が終わっていない皆さんのために、カリニューブの2人が1日で終わる自由研究案をご紹介いたします。というわけでアイタンとハーちゃん、よろしくお願いします。はい、ということで自由研究なんですけども、はい、お二人自由研究とかって何しました？何したっけな、全然覚えてない。ありました？いやでも僕はだから小学校の時は、うん、なんか池田屋、新選組が大好きで、あの新選組の池田屋事件を自分で調べて自分で発表して、うん、みんなの前で発表するっていうのだったんですけど、まあ、基本的に当時あのルローリン検診とかも流行ってないんで、あの全く新選組に誰も興味を持たず今だったらね、大田総司とかでいけねえみたいな感じだけど、ただの武将というか、あの武士の話覚えはありますけどね。うん、私何だったっけな。覚えてない。ちょ、昔すぎてやっぱ。うるさいうるさい。そんな変わんないだろ。あれこれ。何年前だよ。でもさっき気づいたんです。10年くらい前でした。同じくらいだよ。変わんない。母ちゃんは？
私なんか中学生の時にキュウリの浅漬けを普通につける以外でつけられないのかっていう研究してなんか市で賞をもらいました。何それ、何それ、ちゃんと今流れ見たらちゃんとした研究持ってきちゃダメだよ。ちなみにどれぐらい前だった？でも今から4年前くらい。一桁で俺10年だろ。なんだなんだ、あれおかしいな。二桁やんか。どういうこと。まずキュウリをうん、だからなんか普通に全部をつけるじゃないですか、浅漬けね。そうです、そうです、うん、なんかそれじゃつまんないよなってことで、なんかいや、つまるつまんないとかじゃないと思う。そうだよ。吸わせてみようと思って味を、うん、こう、下の方切って刺しといたんですよ。な、うん、何に刺す？浅漬けの元の液体に刺したりとか、あと他はココアの、ココア、砂糖水とか塩水とかいろんなの試してみたんだ。やったら浅漬けの素は全然吸わなくて、使ってた部分だけシワシワのピクルスみたいになって、上普通のキュウリで、で、砂糖水だけ吸いました、上まで。そうなん、じゃあちょっとだけ吸ってても、ちょっとだけこうつけといて もう全部吸ってくれるんだ。砂糖水は、砂糖水のキュウリは甘くなったってこと？はい、そうです、上まで甘かった。何それ？多分ココアとかは溶けきらないんですよ。ココアの粉下に溜まっちゃうじゃないですか。だからココアの味は上までいかないけど、こう染みるやつで染み込みやすいやつは上まで。塩は多分その溶け具合が違ったはずなんですよね、砂糖と。すごい、ちゃんとした研究してるね。すごい、そんなやったことないよ。はい、ということでじゃあ1日でできるっていうのがね、やっぱポイント、今回ポイントなので、それを紹介したいと思います。じゃあ、はっちゃんから、はい、先に紹介したい、させていただきます。とですね、まずそうちょっと自由研究好きなんで真面目に行かせてもらうと、真面目に行かせてもらう、もうガチやん、なんかもうとなんか自由研究の研究って実験して終わりじゃないと思うんですよ、レポート書くところまでが研究だっていうことで、レポートがすぐ書き終わるように、まず最初にレポートの型を紹介します。型、これ知りたかった。型とかあるの？このテンプレ通りに書けば一瞬で終わります。まず、普通に表紙書いて目次作って、最初に動機目的、なんでこの研究をするのかっていうことを最初に書いておくんですね。で、次先行調査で、1日だったらネットしかないと思うんで、ネット使ってその自分が調べたいことについて、まずは調べられることはないのか書きます。で、次じゃあこの実験で分かりそうだっていう実験について書いて、最後実験全体の結果考察をまとめて、で最後結果考察とは別にまとめっていうのを作るんですね。で、このまとめが最初の動機目的と対応するように書いてもらうと、あ、この実験はこのためにやってこういう結果が出たんだなっていうのが分かりやすくなります。なんで私学生の時にはーちゃんと出会いなかった。いや本当に。で、最後忘れちゃいけないのが参考文献で、何でこの実験をするためのことを調べたのかっていうのを載せると、かっこよくなりますね。すごいな、すげえな、すごい。なんでもすごい分かりやすい、なんか先生よりも分かりやすい。本当ですか？すごいな。そして、はい、では内容は、内容はじゃあもう10分で終わる実験にしようと思って。10分で家でできるものでやっちゃいます。氷でお湯が沸騰するっていう実験ですね。あ、なんか、この話だけ聞くとすげえバカみたいな。だってね、フライパンに氷入れりゃいいってことでしょ？違いますけど、もうお湯を、じゃ実験を紹介します。あ、違う、氷でお湯が沸騰する？そうですよ。ああ、はいはいはい。まずは耐熱ガラスの容器に水を入れます。はいはい。で、それを電子レンジでチンさせて、一回沸騰させるんですね。で、沸騰が収まったところ、もう沸騰してない、ただのお湯になったところに5ミリ角に切った氷を入れると、なんと再び沸騰するんです。なんで？なんで？このメカニズムを分かりやすく説明するために、ちょっと逆の現象を紹介すると、マイナス0度のビールって知りませんか？知ってます、知ってます。あれって加冷却っていう状態で、普通マイナス0度になったら凍るけれど、凍らないっていうのは温度以外のきっかけが与えられてないから氷が凍らないんですよ。水の中に不純物とかがあると凍るけれど、そういうのがない、もう綺麗な水だと凍らないんですよね、マイナス0度になってて。それと逆の現象が起こって、100度を超えてても他のきっかけがないと沸騰しないっていう現象があるんですよ。だから今回耐熱ガラスを使ったのは傷がないから、夜間とか傷があるから沸騰するんですよ。そういうことか、っていうものになります。これすごい。ちゃんとしたやつじゃん。ちょっと待って、なんかちゃんとしたやつすぎてコメントが出てこない。うん、そうなんですよ。これで終わりにします？へーしか出ない。氷を5ミリ、氷5ミリ間隔に切るのも大変だけど、そこですよね、きっかけになります。すごい。でも確かに、これ
見てる小学生とか、うん、そのままパクんじゃないってぐらい、うん、ね、これもうパクって言いましょう、パクりそう、パクりそう、というわけで、はい、大丈夫です。でも一応ちょっと書いてきたんで、書いたもん、はい、あの大丈夫、書いたんで、書いたんで、あのこのまま発表できない、あのサクッと終わらせますね、はい、アイタンはですね、チーズが好きなので牛乳で作るチーズっていうので、もうバカっぽいじゃん、はい、書いてきました。牛乳で作るチーズ、はい、そうなんですよ、カニ乳分夏木槍って書いてきましたね。いや、もうバカっぽいじゃん、なんでそんなこと、ちょっと文字だらけなんですけど、絵が書けないのでね、はい、はいはい、で牛乳を使って何を作るかっていうと、カッテージチーズっていうチーズが牛乳とレモン汁でできるんですよ、はい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 、でそれの作り方なんですけど、まずすっごい汚くなってる、もういっか、はい、で牛乳とレモン汁と、うん、食塩と、はい、まあ、あとは鍋とか棒とか用意します、うん、でそれをあの牛乳を鍋に入れて60度にまずするんですよ、うん、でそこに火を止めてレモン汁を入れて混ぜます、はい、でしばらく置くとそれが分離するんですよ、うんうんうん、はい、でその分離したものをあの棒ザルにキッチンペーパーを置いてそこにザーって流すんですよ。で流すとその汁じゃない塊だけ残るじゃないですか、うん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 、でその塊だけをあのキッチンペーパーしたままギュギュギュってするとあのでそこに食塩とか少し混ぜるとチーズが完成するんですよ。そうでこのチーズがなんでできるかっていうのがなんかそのまずあの牛乳の中にタンパク質が含まれてるんですね、うんうんうん、でそれはあのレモンに入ってるものと、うんうん、あの反応すると固まるようになってるんですよ、うんうんうん、すごい難しい言葉を言うとペーハー値ってあるじゃないですか、うんうん、それ の, あの 4.6 以下になると牛乳の中に含まれてるガゼインっていうタンパク質が固まるんですって、うんうん、そう 4.6 以下ですね、うん、でレモンがペーハー値約3なんですって、で約 下回ってるからあのレモンと牛乳を混ぜると固まるんですって、うんうん、ここはね相手も分かんなかった、何度見てもえーっつって、でもなんかこれを作るとあの簡単に誰でもチーズが作れるので、うん、危ないこともしないので、ぜひぜひこれ作ってみてください。でトマトとかあのバジルとか混ぜてねカプレーゼ風にしたりとか、うん、あとかぼちゃと枝豆をこう混ぜてかぼちゃサラダみたいにしたりとか、はいはいはい、あと書いてあったのがひき肉と一緒に混ぜて、うんうん、ひき肉丼にしても合いますよって書いてあるので、確かにチーズとだからチーズって何でも合うじゃないですか、うん、そうだから何にでも合う最強チーズだなと思って、はい、ちなみに、はい、僕これ昔バイトしてたところの飲食店で、うん、キッチンでずっと作ってました。じゃあ実践的なんですね。で砂糖とか加えて、うん、僕らはおやつとして食べてて、そうレモンと混ぜて、あそれだと思った。そうなんですよ。で本当になんか電子レンジとかも、ね、使わないので、まあ、ちょっとこう、うん、パサパサした感じの、そうです、ちょっとパサパサ形になるんだよね。はい、そうそう、確かにすぐ作ろうと思えば作れちゃうんですね。そうなんですよ、牛乳とレモン汁と、はい、まあ、食塩ぐらいあれば、うんうん、があれば全然できるので、であの60度ぐらいなんで全然熱すぎ、うん、なんかすごい沸騰まではいかないので、うん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 、そんなに危なくないかなと思います。これをいい感じにあのさっきはーちゃんが言ってくれたあのね手順でまとめるとあの素晴らしいものになります。でも確かにね、確かに、ね、そうなんですよ。ちょっとペーハーチとか出てきたもんね。そうなんですよ、これが大事だなって思いました。あ、なるほどね。そう結果これだよね。そうなんですよ、これを最初に知ってればそうだよ、そう本当だよ。そうなんですよ。いやでも懐かしいな。さすがだわ。はい、というわけで、はい、今週の部活動はここまで。せーの、おつかりニュー部。はい、ここでカリニュー部からのお知らせです。はい、先に個人的なお知らせなんですけど、はい、9月21日に、うんうん、ハッピーホリデー20っていうライブに出させていただきます。ここでも弾き語りをするので、うん、ぜひ遊びに来てください。お願いします。ぜひぜひ、9月21日、うん、そうです、阿佐ヶ谷だね。はい、阿佐ヶ谷ドラムというところで、はい、ちゃんのツイッターとかで、はい、そうです、お願いします。はい、ではカリニュー部からのお知らせです、はい、私たちカリニュー部はいろいろな場所にお邪魔して頑張ってる皆さんを応援しています。今度はあなたの街に現れるかも。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰か応援すればきっと世界は頑張れる。はい、そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。放送内でお伝えしきれなかった本日のゲスト、シニョンさんの魅力も私たちがさらにお届けいたします。お楽しみに。以上カリニュー部のコーナーでした。例えば歌を歌いたい、例えば曲を作りたい、
例えば楽器を演奏したい、でも自分なんてって、あなたの音楽を諦めていませんか？想像してみてください。ステージで拍手を浴びる自分を、自分の作った楽曲に涙する誰かを、バンドの中で躍動する音色を、その全てがあなたの人生のプラスアルファになる。きっかけはいつだってすぐそばに。今以上を音楽の力で。アルファエンタープライズ。はい、というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト OM では番組出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで聴いているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどしご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouelbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとバタついてますね、はい、仮に入るのあのタヤさんの顔のサイズ感 の、 あのカメラの調整が大変らしいです。だいぶ僕があのカメラが近くなっちゃっててね大きさが大きく見えてるんですけど本当はちょっと本心の方が大きいぐらいなんですけどね。そうなんですかね、なんかあのテッカテカ私舞台の本番がすぐ来たんで。はい、うん、舞台どうですか。いやー、うん、個人的にはまだ初日開けてないですけどね、うんうん、あ全体的に一応、まあ、あの普通に、まあ、昨日から始まってるんで初日開いてるんですけど、まだまだいける座組だなとは思ってます。あまだまだこんなもんじゃないぞっていうのは後半に向けて、うん、さらにブラッシュアップして、まだまだあのまだ8公演ありますから、うんうんうん、もう何とでもいくらでも成長できると思ってるんではいはいはい、はい、もうビシビシビシバシやっていきたいなと思ってます。でもな舞台とか僕舞台はやったことないんですよって言ってましたよね。一回映像はあの何度かやらしたことある。見たい映像演技で演技見たい。いやもう僕だけ台本がない演技っていうのやりますよ。アドリブじゃないですか。あの基本的にあの僕の役がなくて、うん、あのバンドで出演したんですけど、あの僕だけもともといた既存のキャラじゃなくて、そうだからなんか大変さん自由で大丈夫ですって言われて、結構怖そのやだそんなみんなが喋ってるのをなんか後追いしてなんか賑やかす役でお願いしますみたいな。やだ喧嘩してる時とかもえどうしたのどうしたのっていう役いつか見たいいつか流しましょうよ、ね、このラジオで、ね、どうなったんだろうあれいやー、うん、でもね舞台もまあ結構あれかな、カリニウムのメンバーも舞台そうですね、アイタンとかもこの間終わったばっかりだし、あれ、ひなのも今、あ、そうだ、来週だ、ひなのも被ってる、私とどんかぶりなんですよ、ひなのも、7、8かな、確か、はい、9月の7、8本番で、あれ、で、あれ、はーちゃんとはーちゃんはまだ、1回やったことあって、確か、まこまろもアイドル時代に経験あるっていう、あ、じゃあみんな一応ちゃんとだから僕以外、基本的にみんな舞台の経験があるんですね。でも本当個人的な話なんですけど、私今日の2日目であの、私数えてないんで分かんないんですけど、うん、ファンの皆さんからお祝いで今日500ステージらしいです、そう、71作品500ステージ、それリハーサルで何も言ってくれないらしくて、うん、そうお祝いでタオルいただいて、その座組の皆さんにも、はいはいはい、本当にありがたいなと思って、もう自分でそんないちいち数えてないんで、いっぱいやってるんで、うん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 、でもなんかそれ言われると、あ、改めていっぱいいろんな作品やってきたんだなと思って、ちょっと1000とか言われたんですけど、うん、ちょっと1000ステージまで生きてるか分かんないし、いやいや生きてるでしょ、100作品までもできるかなみたいなペースペースそう、なんか今までで、あでもちょっと時間がもうあれか、あのいろいろ聞きたかった、その500ステージ早く教えてほしかった本当にありがとうございます。はい、はい、うん、はい、ということで話はつきませんが、はい、そろそろお金の時間となります。あ、うん、来週私舞台の本番でいないんです。いないんですよね。託します。はい、応援はしてます。気持ちを届けてるんで、はい、我々も応援してます。はい、来週もぜひ皆さん見てください、はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。